はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第18弾やっていきます。で、今回ね、この10個やっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。では早速ね、1番からやっていくんですが、アップする日がね、1日ずれてしまって、今日奇数日なんですよね。本当は昨日アップするはずだったんですが、ちょっとですね、今息子が自分体調すごく悪くって、なかなか撮影する時間が今取れないんですよ。で、ね、ちょっと申し訳ないんですが、もうちょっとね、ずれてしまうかもしれないんですけど、ちょっとね、お許しください。よし、じゃあ1番行きましょう。で、これよくある発音で、PRO ってプロって読みたくなるんですよ。だけどこれプラになります。ラ。プロダクトと言います。プロダクト。アクセントここね。ここに来る。プロダクト。で、意味がね、大まかに2つあって、まず1個目。製品で、もう一個はちょっと難しい言葉なんですけど、産物って言います。これ有名な意味両方あるんですけど、製品っていうのは、人工的に作った商品のことですよね。で、産物っては自然の産物って言って、自然で生み出されたもの、生み出されたものって書きますけど、つまり作られたものと生み出されたもの、自然と人工の違いはありますけど、そういったものをプロダクトと言います。で、次がよく見るベリーですね。ベリー。で、ベリーはこれだけの意味だと、とてもなんです。とても。で、よく使う使い方として、例えば、ベリーの後ろにハッピー。ハッピーね、日本語で。ハッピーをつけると、ベリーハッピー。で、とても嬉しいとか、とても幸せみたいな使い方をします。で、あとは、ベリーの後ろに、マッチをくっつけて very much。 これもとてもっていう意味になります。文の最後にだいたい使って、強調する感じ、とてもっていう。あとは thank you very much とかでも使えますけど、で、もう一個が very well か。これもね、よく使う。 well もね、いろんな意味があるんですけど、この場合は上手、とても上手にやります。例えば彼女はテニスをとても上手にしますみたいな時に使える very well。使い方の例として覚えておいてください。で、次サードですね。サードで、サードは人の感情で悲しいって意味になります。だからさっきのと組み合わせて very sad っていうと、とっても悲しいみたいな使い方ができると。で、次は yesterday ですね。 yesterday で、これはね、もうキーワードで覚えちゃいましょう。昨日です。昨日ね、本当は昨日はとかあるんですけど、もうこのキーワードさえ覚えてもらえれば絶対訳せます。長文とかでもね。Yesterday で昨日。で、次が village です。village。これアクセントここに行きます。village。これで、村。という意味になる。村ね。じゃあ右行きましょう。まず一つ目。still です。still。で、still はね、すごいいろんな使い方が、たくさん意味があるんですけど、まず有名どころで、今でもとか、まだとか、こういった意味を持ってます。他にも静かなとかもあるんですけど、ひとまずこの2つ有名なやつで、結構その、日本人の方が歌われる歌の歌詞とかでもスティール結構使われるんですけど、それね、こういった意味で、よく使います。で、そこをね、使いたくてやってるんだろうなみたいな歌詞が結構ある。で、次が quickly です。quickly。で、quickly がまずね、意味書いちゃいましょう。これが、素早く。で、これも似てるんですけど、一応ね、早く。こういった意味を持ってます。素早くとか早く。で、今回、この quickly とセットでぜひ覚えてほしいものがあって、quickly の最後の ly、二つね、取っちゃいます。取ると、当然ね、取っただけなんで、こうなりますよね。これ、クイックって言うんですけど、クイックで意味が、素早いになります。素早い。で、なんで今回これを紹介したかっていうと、すごいね、細かい話なんで、ここまで厳密に覚えなくてもいいんですけど、クイックリー。これ、副詞ってなります。動詞とか名詞とかのグループ分けしたときに、副詞。で、クイックは素早いなんで、これ形容詞になります。
で、英語っていうのはね、その副詞とか形容詞とか名詞とかで似てる形の時に意味がすごく似てる場合がとてもよくある。ちょっと生だね。とてもよくあります。だから今回クイックリーを覚えた時に、まあ素早くって覚えてもらいましたけど、その ly 取ったクイックは素早いだったよなって。セットで覚えちゃった方が別々で出てきた時に覚えるよりもすごく効率が良くなります。で、最後テストの時はね、消してしまうんですけど、まあもしよかったらね、セットで覚えてみてください。で、この先も、まあ似たやつがこういうのがあるよっていう、全部はね、取り上げられないですけど、たまにちょこちょここういうの出していこうと思いますので、まあその時もね、よかったら覚えてみてください。で、次が there ですね。there。で、there はこいつだけで使うとき、もうキーワードでこれを覚えましょう。そこです。そこっていうときね。そこ。本当は、そこにとか、そこでって使い方をするんですけど、これもキーワードさえ覚えておけば絶対訳せますんで。there でそこです。で、これは有名な、もう一個使い方があって、中1中2どっちだっけな、ちょっとごめん、忘れちゃったんだけど。there に、is、もしくは、あ、there is ほにゃらら。there are ほにゃらら。で、使うことによって、ほにゃららがありますという使い方ができます。まあ、存在がするっていう。これ人でも使えます。ほにゃららがいますでも使える。で、is と are の使い分けは、まあ、本編の方でね、撮ってるんで、そっちで詳しく見てもらえたらと思うんですけど、一つのものがあるときは is。二つ以上、複数のものがあるときは are を使います。there is と there are。例えば、there are three bags ってやれば、three bags、三つのバッグね。3つのバッグがあるよっていうことが言える。まあそんな感じで使うことができるので、単独で使うときはそこ。こう使うとほにゃららがあるよと使い方ができますので、両方覚えておいてください。よし、もうちょい行こう。で、次がですね、これ最初、あな、あと A なんで、あって発音行きたくなるんですけど、おです。almost と言います。almost。まあアクセントここね。almost。で、これはですね、まあ、意味、ひとまず、ほとんどを覚えてください。ほとんど。あと、もう少しでっていう有名な意味もあるんですが、このちょっとほとんどだけ書いておきます。で、almost。ちょっと一個ね、あるもの書きたくって、この後ろに、all the people と書きました。almost all the people です。これで、ほとんどすべての人々と意味になります。ほとんどすべての人々。で、これなんでこれ書いたかっていうと、almost って、all とか、あと every、ね、every とかの前で使うことがすごく多いんです。なのでそれね、all と every の前で使うことが多いよってことを覚えてほしいのと、この almost all the people、この塊が結構使われることが多いので、まあ、これ覚えてほしいなと思って書きました。これで、ほとんどすべての人々って意味になります。で、ラストが pleasure です。pleasure。で、pleasure は、これ意味だけだね。喜びと意味になります。pleasure で喜びです。はい、といった感じで、今回はこの10個をやらせていただきました。で、最初にもね、言いましたけど、ちょっとね、アップする日がずれてしまったんで申し訳なかったです。ちょっとこの先もね、こういうことがあるかと思うんですが、できる限りコンスタントに上げていこうとは思いますので、で、次回が、一応明日なんですよね、偶数日が。で、明日ちょっとね、息子の体調の件もあるので上げれるかはっきりわからないんですけど、また撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。で、ここはちょっと待ってね、消すところすげえ間違えそうなんだけど、ちょっとおまけのやつは消しちゃいますね。ちょっとテストはできないんですが、まあよかったらね、覚えておいてください。よいしょ。これで OK か。はい、ということで今回もここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。またもしよかったらね、次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。